ようやくアウェーサポーターの姿が見えました。神戸はそのサポーターに背中を押されて今シーズン2度目の連勝を狙います。J1 リーグの第26節、清水エスパルス対ヴィッセル神戸、今キックオフとなりました。さあセットプレー、キッカーはイニエスタ、ニアサイド、こぼれていくドーグラス、落として山口のシュート、先制ヴィッセル神戸、今シーズン2度目の連勝へ大きく一歩前に出ました。さすがですね、この辺りはやはりうまいですね。ドーグラスうまくキープして、そして山口でした、はい、もう自分のこう角度を作ってしっかりコース、さあ奪った、後藤キープして竹内、マークをかいくぐって後藤のシュート、シザーのキックです、巻いてくる、ヘディング、バウド、清水エスパルス1対1同点。平岡新監督の偉人、イニエスタから安井、そしてダンクレー、ダンクレーが打ってきた、変わった選手がどう躍動するかどうか。さあここは西澤、そして右を見ていたエウシーニョがいる、エウシーニョー、清水エスパルス逆転、抜きましたね。西澤が指示を送ります、質の高いキックを持っている西田は、さあ合わせていく、中央、金井だ、ホームの清水エスパルス、金井の追加点、ピンポイントでこれ来ましたね、ドグラスの頭を越えて、質の高いキックから最後、8試合ぶりの勝利が見えてきました清水エスパルス。そしてここで試合終了、清水エスパルス実に8試合ぶりの勝利。そして